こんばんは、鹿の間です。今週も1週間お疲れ様でした。皆さん、私が小中学校の時なんてあだ名で呼ばれてたと思います？まず1つ目がガングロたまごちゃん、そして2つ目がピータンです。でもピータンに関しては何なんそれと思って調べてみたらですね、結構焦げ茶色の卵ですね、中国食品の。まあショックは受けたんですけど、私のね家族がサーフィンをする一家だったので、もう幼少期からねずっと海で過ごしてきたんですよ。でもやっぱ日焼け止め塗らず過ごしてるとね、やっぱ年々ねシミが増えてきたりそばかすになったりしてきたので、ちょっとね日焼け止めはしっかり塗ろうということで、これは約2000人に聞いた日焼け止めベスト10でございます。私もガングロたまごちゃんって言われてからね、もう日焼け対策すごい頑張ってきたんですけど、 SPF とかね PA が特別高いものを使ったとしても、やっぱり塗り直しを続けないと焼けちゃいます。ちょっとね今回新しい日焼け止め何買おうかなと思った時に、調べるとねもうどれもいいって書いてあるからね、結局何がいいんだと思って、インスタグラムの方にね日焼け止めランキングを作るので、自分の一押しの日焼け止め教えてくださいっていうね質問を募集したところ、約ね 2,3000 人の方がこれは絶対焼けないとかね書いてくれたりしてたので、それをまとめてランキングにしてみました。で今回ねベスト10にまとめてるので、日焼け止め10個買ってきたんですけど、一つだけね Amazon で買いました。他は全部薬局で買えるものです。ほとんどプチプラですね。全部ね良さそうな日焼け止めだったので、ぜひね今年の日焼け対策として参考にしていただけると嬉しいです。それでは早速ランキング始めていきたいと思います。本日もゆっくりしかの間でお過ごしください。それでは早速10位から紹介していきたいと思うんですけど、日焼け止めって言ったらね、スティックタイプだったりスプレーとかいろいろ種類があるとは思うんですけど、まあ一番ね種類の多くて王道のクリームタイプを今回はランキングにしました。まず10位、じゃじゃん、2種類ありました。まずこちらがサンカットのトーンアップ UV エッセンスでございます。そしてもう一つがキュレルの UV エッセンスですね。まずはこちらから紹介していきたいと思うんですけど、これはですねトーンアップするタイプの日焼け止めですかね。 SPF が50プラス PA4 プラスです。出してみるとこんな感じなんですけど、血色感のあるピンクと透明感のあるブルーが合体したラベンダーカラーで、伸びもすごくいいですし、ツヤ感のある肌質になります。まあ、UV カットしながらね肌もトーンアップできるっていうのはすごく嬉しいアイテムです。続いて同じく10位がキュレルの UV エッセンス C でございます。私がねすごく敏感肌なんですけど、このね日焼け止めっていうのが、まあ、乾燥性敏感肌の方を考えた、まあ、UV 潤いエッセンスになっているので、まあ、肌が炎症を起こしがちな方だったり、肌が弱くてね日焼け止め塗れないなって方にすごくおすすめなんじゃないでしょうか。はい、出してみるとこんな感じです。セラミドケアでね乾燥から守ってくれるみたいなので、乾燥肌さんにも嬉しいですね。ウォーターベースでねみずみずしくって、まあまあ伸ばしやすいんですけど、さっきのに比べると硬いかなって印象があります。であとね紫外線吸収剤っていうのもね無配合なので、肌すごく気にしてる方とかもいいんじゃないでしょうか。続いて日焼け止めランキング9位はじゃっちゃじゃーニベアの三光密着ケア UV ミルキージェルでございます。はい、出してみるとこんな感じです。めちゃくちゃ軽い。私ちょっと重いかなと思ったんですけど、まあ、ミルキージェルってだけにねスルスルっと伸びてくれますし、ベタつかないですね。意外とねサラサラしてるかもしれない。ペタペタはするんですけどね。まあね日常的にも良さそうなんですけど、裏にもですねスポーツ用だとか海山のレジャーにって書いてあるので、まあ、ちょっとね肌には負担大きそうなんですけど、外でね長く過ごす時とか、まあ、紫外線強い日とかにいいんじゃないでしょうか。ほんで続いてが8位です。じゃじゃん、8位がビオレ UV アスリズムスキンプロテクトエッセンスでございます。これ8位なんですけど、マジで売り切れてた。まあ、4店舗ぐらい回ったんですけど、3店舗がね売り切れで、そんな人気と思って、1店舗2店舗3店舗はですねこのちっちゃいサイズが売ってたんで保険で買っといたんですよ。でも YouTube でね紹介するなら本当の大きいサイズがいいなと思って頑張って探したんですけど、最後の最後でねめっちゃ売ってて、でもこういうミニサイズあったらね持ち運びしやすいし便利ですよね。なんかねこれおすすめしてくれた方でですね、質問のところにディズニーランドでも焼けませんでしたって書いてありました。なんかねパン屋さんの匂いがするっちゃね。これ出してみるとこんな感じです。モイストタッチエッセンスって書いてあるだけあって、すごく滑らかな感触で不快感ないです。まあスーパーウォータープルーフなので海とかねプールとかにも強いと思いますし、なんかね衝撃のツルツルさというか弾力も出て、なんか下地としても良さそうだなって感じがします。続いて日焼け止めランキング7位はじゃじゃん、白の桜美容 UV ジェルでございます。これね私がもうめっちゃ気になっとったやつなんやけど、肌がねもう透き通っちゃうぐらい白くって綺麗でね、私がいつも美容参考にしているタームレちゃんが開発した白の桜なんですけど、出してみるとねちょっとこってりしてるかなと思ったんですけど、伸ばすとね美容液みたいにトゥルトゥル伸びる。ほんとスキン
ケアしてるような感覚で、これがですね、もう私があのプルプルするとか言ってたんですけど、18種類の美容成分配合されてるみたいなので、だからこんなプルプルしてスキンケアっぽいのかなと思います。さらにね、ブルーライトカットもされているので、まあ肌荒れとかもしにくいのかななんて思うんですけれども、そしてこれあのフラーレン配合って書いてあるんですけど、まあ、フラーレンっていうのがね、あの美白になるための成分なのかな。最近私あのフェイシャルエステの方であのフラーレンの美白導入とかをよくやってるんですけど、このフラーレン配合されてるのがちょっと今嬉しいなって思いました。なんでまあ日焼け対策しながら美白にもなれるアイテムなのかなと思います。タームレちゃんの白の桜でした。続いての日焼け止めランキング6位はじゃじゃん、ラローシュポゼアンテリオス XL ウェットスキンでございます。で、このラローシュポゼの日焼け止めは水を弾くジェルクリームの日焼け止めで、軽くてね、すごく伸びのいいテクスチャーなんですけど、濡れた肌の上からも密着してくれるぐらい塗りやすい日焼け止めになっております。で、ちょっとここで秘宝なんですけど、今まで撮ってた動画からね、なぜか音が取れなくなっちゃって、今からね、ちょっと別の時間帯に撮ってる動画なので、テンションとね、温度差とかいろいろ違うかとは思うんですけど、気にしないでください。まあ、かなりね、水に強いみたいなので、まあ、プール行く時とか、海行く時とか、まあ、旅行の時とかね、すごく使えるんじゃないかなと思います。ちょっと私がね、今まで買ってきた日焼け止めの中でもね、一番特大サイズなんですけど、もはや今年の夏、これ1本で過ごせるんじゃないかって思ってきましたもんね、私。続いてのランキング5位はこちらです。こちらアンドビーの UV ミルクでございます。このアンドビーはですね、メイクアップアーティストの川北さんがプロデュースしているライフスタイルのブランドなんですけど、で今回ね、あのアンドビーめちゃくちゃおすすめです、もうこれしか使えませんっていうねコメントがたくさん来ていたので、実際ね買ってみたんですけど、結構ねサイズが小さいので、まあね、あの大きいサイズもあるんですが、ちょっとねこれだと体全部に使っちゃうと1週間で終わりそうですよね。なんで今回ねお試しでこれ買ったんですけど、よかったらね大きいサイズのやつも買おうかなと思います。まず出してみるとこんな感じなんですけど、今回ね2色ある中のスタンダードを選んでみました。まあ、スタンダードは白浮きを抑えながらくすみを払う乳白カラーで、もう1色のナチュラルベージュっていうのは普通の肌から健康的な肌色の方ですね。ですごいね細かいパールっていうのが光を反射させてね、キラキラっとして見せたりツヤ感を演出してくれるんですけど、まあそういった部分もね化粧下地に持ってこいのアイテムなんじゃないかなと思います。続いて日焼け止めランキング4位はこちら、ビオレ UV アクアリッチウォータリージェルでございます。これはですね、ほんと日常的に私もよく使ってるアイテムなんですけど、皆さんも持ってるって方多いんじゃないでしょうか。でまあ塗ってみるとこんな感じなんですけど、まあミクロレベルの隙間まで塗れてムラを防いでくれたり、プルプルのねウォーターカプセル配合なので乾燥も防いでくれます。さらにね光ベール効果で全身明るい美肌にも見せることができるので、まあ肌がねトーンアップするってわけではないんですけど、光の反射加減によってはすごく肌が綺麗に見えるアイテムになっております。さらにねニキビになりにくい処方っていうのもあるので、日焼け止め塗ってねちょっとニキビができやすい方だったり、まあ、肌荒れ気にしてる方っていうのはねこれも使いやすいアイテムでございます。続いて日焼け止めランキング3位はこちら、スキンアクアのトーンアップ UV エッセンスでございます。ミントグリーンを選びました。このスキンアクアのトーンアップシリーズっていうのはラベンダーカラーの明るさ補正と赤み補正のね、こちらのミントグリーンがあります。まあ今までね私ラベンダーのカラーを使ってたんですけど、赤みがねどちらかというと出やすい肌をしているのでミントグリーンを買ってみました。塗ってみるとこんな感じなんですけど、肌がねすごく一気にパッて明るくなりますし、さらにねスーッと伸びてくれるので使い心地としてもすごくいい方です。肌をね明るくしてくれて色ムラとかも綺麗にしてくれるんですけど、これも石鹸で落とせるんですよ。まあ私の中でもねトーンアップする日焼け止めといえばスキンアクアですかね。最初の方に紹介した3カットのトーンアップ日焼け止めとこのスキンアクアのね日焼け止め比べてみると、私的にねスキンアクアの方がみずみずしさがあって伸ばしやすいかなっていう印象があります。もうね SPF50 プラスでね PM4 プラスと全く一緒なので、まあ効果に関してはね多分同じぐらいではあるとは思うんですけど、本当にね質感とかテクスチャーの好みで好き嫌いが分かれるかもしれません。続いての日焼け止めランキング2位はじゃじゃん、アリーのエクストラ UV
UV ジェル N でございます。今回ね限定セットが入っててちっちゃいのもついてきました。お得感ありますよね。多分今だけなんでね、気になる方ぜひ薬局寄ってみてください。こちらですね、強力 UV カットジェルなんですけど、ここのね下のキャップがすごいデザイン可愛いんですよ。塗ってみるとこんな感じです。 SPF もね PM も高いんですけど、すごく伸びもよくって保湿力もあるのでね、塗りやすいですね。やっぱねこまめに塗り直すことが大事ではあるんですけど、旅行とかね外出かけた時っていうのはね、これをいっぱい塗り直して私は過ごしてました。やっぱねアリーは人気。そしてラスト、日焼け止めランキング1位はこちらです。じゃじゃん、アネッサパーフェクト UV スキンケアミルク A でございます。やっぱねって思った。もうこれはねもう昔からねもう有名ですよね。塗ってみるとこんな感じで、すごく伸ばしやすくって、まあサラサラとするんですけど、ちょっとぬるって感じがする。ぬるっと感があるけどもサラサラしてる感じ。めっちゃベタベタするって感じはしないんですけど、服にはつきたくないかなって思う。まあ、美容成分入っているのでね、これも保湿力ありますし、肌の乾燥を防いでくれます。皆さんが書いたものランキングに入ってましたか？もうこのね、アネッサとアリーに関しては、日焼け止め界のツートップって言っても過言ではないくらい人気なんですけど、正直私はアリー派ですね。まあ、なんでかっていうと、使い心地的に、まあ、塗りやすいし、不快感ないので、あとコスパ的にもね、やっぱアリーの方が容量多いからね、リピートしやすい感じがします。はい、こんな感じで日焼け止めランキングやってきたんですけれども、いかがでしたでしょうか？どの日焼け止めが気になりましたか？今回ね、私が気になった日焼け止めはこの2つです。白の桜と&Bですね。やっぱ使い心地が良くって不快感がなかったので、やっぱ日焼け止めってね体に塗らないといけないし、手元とかもね最近はコロナでアルコールとかもしないといけないじゃないですか。だからねベタベタするものだったり不快感あるものはね嫌だったんですけど、この2つをつけることによってね、日焼け止めのね苦痛っていうのがなくなりそうです。やっぱね年々日焼け止めっていうのも進化してきてますし、こんなにテクスチャーいいものだと知らなかったので、ちょっとこの時期にね早めに知れてよかったなと思います。ぜひね皆さんも自分に合いそうな日焼け止めありましたら挑戦してみてください。それでは今日はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画で会いましょう。バイバイ。